どうも皆さん、田中誠です。今日はゲット幸子にドッキリをかけたいと思います。美味しい美味しいシュークリームがあるんですけれども、見えますか？はいはい、これにわさびが入っていると嘘をついてゲットに食べさせたいと思います。やば、なんかされるかなと思って。ごきげんよう、ごきげんよう、ゲットさん。君にお土産を買ってきた。やった、シュークリームだ。やった、2つある。2つ、それ怖いですね。表は見ないようにしてくれたまえ。分かったです。2つある。どっちがいいか。ああ、こっちかこっちか。片っぽに、うん、わさびが入ってる。マジでわさびか。だから表は見ないように。わかりました。さあ、ゲット幸子、はい、どっちを選ぶんだい？いや、どっちもどっちだな。これ見てもわかんないから、こっちにします。そっち。はい、わかりました。いいですか？はい、ゲットは特別な訓練を特に受けておりません。気合と根性で乗り切る女優です。はい、君は声楽を学んでたそうだな。はい、田中ジグソー田中が、はい、田中ジグソー誠がお前の喉をかき壊す。いきますね。お食べください。はい、上見ないでね。上見ないでよ。下向けて、下向けて食べて。こういうこと、うん、バレちゃうから。こういうこと、うん、バレちゃうから。うんうん、そしたらこれ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 いるんじゃないの。どうだい？おいしい。何？おいしいよ。何？まだ全然おいしい。でもその時点で来ないんだったらもう甘いよ。あ、ほんと？ええ、なんだよ、勝ち。さっちゃん、はい、ちなみに両方甘いんだよ。なんだ。つこかったと思ったのに。はい、嘘。はい、まあちょっとあの退屈だったんでちょっとやろうかなと。はい、田中演じる誠がお土産でシュークリームを買ってきただけです。ありがとうございます。はい、では後ほど。はい、食べます。はい、さんちょっとこれ開けてもらっていいですか。さっちゃんに最後の僕からのドッキリを用意してます。これも開けてもらっていいですか。ちょっとあのゲットとか内緒で、まだ内緒にしてください。はい、失礼します。はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥユー。あ、俺？ちょっとケーキ怖かったんで。はい、いや、ちなみに真ん中のが、真ん中のだけが坂本さんで、はい、周りのちっちゃいの、周りちっちゃいのは僕たちのやつ。坂本さんだけ大きいやつから。俺の名前くれてたらよかったんだけど。すいません、いいリアクションできたかどうか。いいえ、大丈夫です。いいか、食べます。はい。